なんだろう仮にあなたが高校生の時に近所の40代のお母さん年齢のおばさんが真面目に付き合わないとか言ってきたらどうしますかそれの100倍きついバージョンだと思うんですよ。これは僕がいちいち言わなくても想像できると思うんですけどもしかしてバカなんですか